でした。ありがとうございます。でした。いや、よかったですね。なんかこのここに来て、はい、やっぱりちょっと1年ちょっとぐらいじゃないですか、なんか集大成がここにあったなって感じですね。気持ちいいのと、めちゃめちゃ痛かった、聞いたっていうのが、うん、もう両方ありましたね。飴とムチが今日はすごくありました。飴ムチ激しかったですね。激しかったですね。ね、黙ってなきゃ、静かにね、動画撮りたかったんですけど、もう最後絶叫マシンでしたね。もうちょっとあれはちょっと我慢できないですね。参りました。もう、でも、もう耳ほぐしてあげるとね、そういうこう精神的な対人関係のストレスとか、ね、目の疲れとか取れますので、まだ頭痛の種はありそうなので、種の方が痛いですね。なんかもう頭痛の方がまだマシかなって俺思いました、今日。確かに確かに。いや、本当ちぎれると思いました。足の冷えとかも日頃そんなめちゃくちゃ辛いじゃないけど、やるとめちゃめちゃ痛いじゃないですか。そうですね。なんかこう、なんだろう、いつもじわじわ出てるものを解決しようとすると痛みがものすごいですよね。そうですね。そういえば、あの一番最初来た時ってあのセットでやったじゃないですか。はい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 。あれもやっぱりね、痛かったですもんね。やっぱこう溜め込んじゃうところが終わりなんだと思います。お金が貯まればいいんですよね。潜在的なコリがあるので、そうですね、一見元気になったようでも、やっぱこう手入れできてない場所、耳だったり足だったりっていうところで分かるかなって感じですね。もうズバリに抜かれてますね。今日いろいろできてよかったです。本当ですね。本当ありがとうございます。本当もう、はい、もうすっきりしました。よかったです。またお願いいたします。そうですね。今度は4月の、そうですね、新しい、はい、ところでよろしくお願いします。気に入りましたらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。はい、佐々木さんのチャンネルもお願いします。適当にやってます。ではまた See you.